台風6号は7月28日に発生しまして、沖縄や奄美で影響が続いていますけれども、こういった台風の動きがゆっくりな要因というのは何かありますか？はい、そうですね、台風の進路を、進路移動に考えるときですね、基本的なことが2つあるんですね。はい、まず3つか、台風は、自力では動けないということになります。はい、で、台風が自力で動けないとなると、じゃあどうするんだということなんですが、一つ目がですね、ジェット気流に乗る、ジェット気流の流れに乗って、進むというのが一つですね。はい、でもう一つが太平洋高気圧、高気圧のへりに沿って動くということで、基本的には台風の動きを見るときにはこの2つを前提に考えるということになります。はい、で今ご覧いただいているのが、6日15時の予想ですので、ちょっと時間を戻して今日5日にしておきましょうかね。5日15時今日ということになるんですが、九州の南東海上、沖縄近辺に台風があります。はい、で、風とか雨を重ねてあるんですが、これにちょっと天気図重ねてみます。そうするとこれ上空5500メートル付近の天気図なんですけども、はい、ここが台風ですね。そしてここにこういうふうに時計回りのところが風がありますので、ここがですね、ちょっと消します。ここが台風ですね。そしてここに太平洋高気圧があって、ということなんですけども、もう一つこちら、ここにですね、非常に強い大陸の高気圧っていうのが現れてきてるんですね。はい、ということで台風はこの高気圧に挟まれて動けなくなっているということになります。はい、で台風を動かす力というのはもう一つがジェット気流なんですけど、ここに流れてるんですが、今ある台風の位置から見るとすごく遠く離れてて、ジェット気流の力は借りれないということになると、この右側の高気圧と左側の高気圧の間に入ってまず動きが遅くなるということと、そしてこの高気圧が今後どういうふうに、発達したり衰弱するかっていうことで、動きが決まってくるんですね。はい、で、台風はこちらの台風はこういうふうに、東の方に進めるんですけども、こちらの台風は、こういう流れになってますので今動きにくいという状況になってるんですけども、少しずつね、台風の状況と見ていきますと、右側の高気圧が、徐々に強まってくるんですね。はい、で、左側の高気圧が、もう強いんですけども、この高気圧の影響下からだんだん離れていく、東に進むということはそういうことになってくるんですけども、東に進んでくるとここの高気圧時計回りになってるんですけども、この時計回りの右回転という、この右回転、南から北に上がる回転の、流れに乗るということで、徐々に北の方に進むということになります。はい、ということで台風は、これからしばらくの間動き遅いんですね。太平洋高気圧が押す力で動くということで、時速10キロとかゆっくりといった状況になっていくんですが、こちら北の方まで北上してジェット気流に乗ると急に速くなってくるということになります。はい、ということで、今回の台風はなぜ遅かったかというと、発生してからしばらくの間太平洋高気圧の南側にあって西にこう進んだんですけども、沖縄まで来た時に中国大陸の方に現れた高気圧、これが強いということで、こちらの方への動き、北西方向への動きも止められてしまって、ちょうどこの2つの高気圧の間にこう挟まっているという状況になっていたということですね。はい、この後も沖縄でしたり奄美などは影響が出る可能性がありますし、明日にかけても大雨や暴風、高波に警戒してお過ごしいただければと思います。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからご確認ください。